中井しぶつかです。はい、今日はジブリの曲をやろうと思います。海の見える街を聴こうと思います。初めて見たのが魔女の宅急便なんだよね。じゃあとりあえずやってみよう。やります。でちかちゃんはまだちょっと練習中なんだよね。じゃあまだ練習中の曲なので、今から15分すっごい集中して練習してみると思います。 OK グーグル、15分後にアラームかけて。はい、15時1分にアラームのアルバムでアラームを設定しました。はい、じゃあ今からやるぞ。はい、海の見える街、じゃあちょっと弾いてみて。じゃあさ、ここのさ、まで左手と一緒に弾けるようになろうか。ラーミー、あれ、ラーラードミードミーってやってみようか。ドミードミーだよ。ドミーあくび、あくび。それちょっと音が低くない？そう、そうでしょ。これさ、ちょっと違くない？ラードミッドミでしょ。で、ここのレはさ、すごい低いよ。だからここじゃないの？待って、違う違う違う、シだ。え？シ？ほら、あ、そっかそっか、あ、わうわもうピアノ素人あるある。おかしいおかしいってチカが言ってたんだよね。ヘ音記号かと思って、なんか勝手にドレミを書いちゃったんだけど、これトーン記号だったっていうね。はい、すいませんでした。お母さんの間違いでした。じいちゃん見たの正解だと。ボールペンで書いちゃってるけど気にしないでください。はい、シじゃないよ、これシでしょ。シでしょ、これここやってるんだよ。あ、そこやってんの。あ、ごめんごめん。じゃあちょっとここだけちょっと集中してやろう。もうあと5分だから。ん？ドレシーってまで。あ、あと1分やん。ちょっとここをちょっと頑張る。ここだけ弾けるでしょ。まあ弾ける。こっちはもう弾けるもんね。ちょっと1分な感じで。はい、ん、レじゃないでしょ。あれ、覚えてしまったみたい。あー、もうごめん。え、シってここじゃないのね。え、あ、ほらトーン記号だからシよ。あ、そうです。ここはちょっと習得しよう。じゃあ今もうちょっと頑張って、あと5回ぐらい弾いたら習得するんじゃない？あと5回頑張ってください。おお、いいじゃん。じゃああと3回、あと3回。
もう一回。なんじゃない？あと2回でしょ。じゃああと2回頑張って。あ、もうすぐだ。グーグルが鳴ってしまう。わあ、鳴ってしまった。オッケー、グーグル止めて。でもあとちょっと2回で聞いたら、そしたらいい感じになるから。死ね死。習得した。じゃあ、あと一回。いい感じ、イエーイ。いいんじゃない？ちょっと、ここまでできたんじゃないじゃん。一応、ここはもう弾けてたもんね。で、ここまでちょっと覚えたんじゃない、うん、半分ブランブンできた。うん、じゃあ、病に行きましょうか。15分の成果を。また。それでは、海の見える街。二人は仲良し。ちかさん。どうぞ。なんでレーってまで弾きなよ。あー、できた。15分の練習の成果でした。ごめんね、お母さんが原因だったね。ずっとあそこがなんかさ、わかんない、弾きづらいって言ったのに、余計にお母さんが振りがな振ってたから、イラついてきた。余計なことしたから。はい、じゃあもうちょっと練習して、でまたいつか K2 さんと連弾とかでコラボできたらいいね。というわけで、今日は海の見える町の練習している風景でした。こんな風にちかちゃん練習してますね。はい、じゃあみんなもピアノ習ってる子は一緒に私と頑張ろう。おーおーじゃねー、バイバーイ。